ジョジュース、今日なんですけどもね、お待たせしました、カラーのですね19の SS 立ち上がりでございます。で、今回もある程度のボリュームが入ってきましてですね、まあ、一歩の動画でできなくはないと、できなくはないんだけども結構なボリュームになってしまいそうなので、2本に分けます。2本に分けますので、今回はですね、一応カットソー系と、あとはね、定番のテーパードのパンツ、そして靴をご紹介しようと思います。もう一つのパートでは、よりちょっとこう、シーズナルなというかね、セットアップと、あとはショーツとか、そのあたりをちょっとご紹介しておりますので、概要欄からそちらの方もぜひチェックしていただいて、立ち上がりの全体感を見ていただければなというふうに思っております。はい。なので今回はですね、カットソーですね。T シャツ。はい。これも二型、二色ずつですね。白、黒。はい。このデザインですね。カラース。はい。と、はい、こちらですね。これもまた、リブのところにまでプリントされてますけども、カラーと。そして、K から始まるね、単語が羅列されておりますけども。はい、こちらです。あと、スウェットですね。はい。スウェットでございます。はい、ここがね、これがおなじみのタグが、胸元にプリントポーンと、一発入っておると。で、ここはちょっとドッキングされてるんですよね。はい。と、はい、お待たせしました。もう、定番の形でございます。テーパードのパンツでございますね。で、ちなみにこちら、今回はですね、定番ではございますが、ダブルの形ですね。裾ダブル仕上げとなっております。はい。これも2色です。ネイビーとブラウン。まあ、カーキですね。一応カーキなんですけど、まあ、ちょっとブラウンに近い感じの、ちょっと渋いお色味もご用意しましたんで、まあ、着てみますけどもね。あと、靴でございますね。スニーカーでございます。どうよ。これやばいかんね。パーツの数が異常。とんでもない数のね、パターンと、素材と、落とし込まれてます。わかるかな、これな。もう本当にパッチワークみたいな感じでね。パンパン、すごいなんかクラフト感がある感じしません？ね。ここがちょっと面白いんですけどね。N っぽい文字がの上からパチッとこれ。これ N。ニューバランスっぽい感じがね、ちょっとここに見え隠れしてんの、これちょっと面白くないですか、これね。あれこれ、あれなんじゃねえのみたいな。なんかそういうようなね、ちょっと遊び心ありますね。こういうとこも僕好きなんですけども。はい。まあすごい、いろんな要素とかが組み合わさったスニーカーですね。こことかはもう、ね、革靴のモチーフっぽいし。裏こんな感じです。はい、そんな感じで、オリジナルのシューズもご紹介いたしますんで。まあてか、まあ、スニーカーはね、今ご紹介しちゃいますわ。やっぱり。後々、履いてとかいうのはちょっと控えるので、今ちょっと靴に関してはご紹介しますけども、はい、中はこんな感じです。中がね、カラーと。はい、ちょっと今影で見づらいかもしれないですけど、ライムグリーンみたいな蛍光グリーンの中敷きですね。はい。で、先ほども申し上げたように、いろんなパターンが、まあ、レザーですよね、基本全部レザーだと思います。で、これね、わざとこう、これちょっとベロってめくれてるような感じじゃないですか。これわざとやってると思います。わざとあえてこういう革の癖付けをしてね。ピロンと。だもうちょっとこう、剥げかかってるというか、わざとこういう風にめくり上がってるような、こういうような、こういうのとか、デザインですね。いやー、これでですね、お値段、ちょっと待ってくださいね。4万6千かな。はい。4万6000円でございます。はい。アッパーは牛革でございますね。はい。全部牛革でございます、基本。4万6000円で、サイズ 27.5! ご用意しております。27.5 ですね。ちょっとボリュームある感じのね、そこも、はい。若干ボリュームありますけども。まあね、15年 SS のシーズンも靴、僕一足持ってますけども、あれともまたちょっと雰囲気違う感じでね、うん。こっちはちょっとこう、クラフト感があるな。クラフト感あるね。うん。15SS の靴の方がよりスタイリッシュな感じでしたけどもね。はい。いろんな素材と、
いろんな色とパーツと組み合わさってる非常に面白いシューズ、スニーカーおすすめです。これめっちゃかっこいいんで、これバカかっこいいですね。はい、そんな感じで、じゃあウェアの方のちょっと着てね、実際にご紹介していこうかなと思います。はい、着てきました。こちらですね、僕今サイズ2を着てます。サイズ2を着てて、お値段17,000円、コットン100でございます。はい、この T シャツのボディは、18年の秋冬にあった、まあ、カラーとか、カタカナで書いてあったやつだったじゃないですか。あれとボディは一緒ですね。コットンの、ちょっと、シャリ感がある、ちょっと、ヘビーめな、しっかりとした生地感のものですね。はい。天竺の、綿の天竺、コットン 100% の。ボディは一緒ですけど、おそらくこれね、僕の着た感じですけど、シルエットちょっと変えてますね。身幅がちょっと大きくなってる感じします。多分ね、同じサイズ2で僕もあのカラーって入ってるやつ持ってるんですけど、あれよりもちょっとね、身幅が大きくなった感じが若干ですけどしますね。はい。多分まあ生地は同じですけども、シルエットの変更が多少ありますっていう感じですね。で、当店では2色ご用意しておりますけどもね、カラーズと。で、このね、ミサイルみたいなね、プリントと、ここにケミカルウェポンって書いてあるんですよね。これがね、どういう意味なのかちょっと僕もわかんないんですけどもね。ちょっとなんかポスターっぽい感じかな。ポスターっぽい感じしませんか？この字体といいカラー図なんですよね、しかもね。で、ここにこのケミカルウェポンの説明文が英語でバーっと書いてあります。ね。こう VX って書いてありますから、VX って毒ガスですよね。まあだからケミカルウェポンですね。ケミカルウェポン。なんかこう、注釈みたいなものがここに書かれていると。うん、面白い感じがしますね。なんかちょっとレトロっぽくもありね。なんだろうね、これ。雰囲気が。うん、独特な雰囲気がありますけども。なんかね、なんだろうな。映画なんかちょっとでもレトロっぽい感じがするな。どちら、いずれにせよ。うん。なんかそういう感じの、あ、でもちょっと資料っぽいかもしんないな。なんかの資料の切り抜きみたいな。なんかそういうイメージもあるかもしんないです。ちょっとなんか面白い感じのテイストかなというふうに思います。ケミカルウェポンと。はい。まあ、今期ね、まあ全体的にルックとか見ていただければ、まあちょっとケミカルっぽさはあるんでね。なんかそういうことかもわかんないですね、もしかしたら。うん。なんかケミカルっぽさが、素材の、こういうのとかもそうかもしれないですけど、まあちょっとケミカルっぽさあるんで、もしかしたらそういうことかもしれないですね。はい。どうでしょう。そんな感じです。じゃあ次、もう一方の T シャツ着ていきます。はい。着きました。こちらもですね、ちょっとお値段が違います。19,000円でございます、こちらは。はい、こちらと。で、今、こちらを着て気づいたんですけど、同じサイズにですけども、こちらの方がサイズ感大きいです。うん。こっちの今着てる、こちらの方が僕が18年の秋冬で買いました、カタカナでカラーって入ってるものとサイズ感同じですね、きっと。生地は一緒ですけども、ものによってちょっとサイズ感が違います。これ、ちょっとゆったりめですわ。うん。こう見ていただいたら何となく分かると思うんですけどもね。サイズ感が違うでしょ。うん。違うと思います。で、これはまあやっぱり一番はここのカラーの文字でしょうね。このしかもリブのところまでね、プリントがいっちゃってるっていう。カラーと、ここバチンみたいな感じで。で、K にまつわるね、おそらくなんですけども、これも予想で申し訳ないですけどね。これね、カラーっていう発音が似てる単語を集めてきてるんじゃないかなと。で、これ何語かわかりませんね。いろんな多分国の言語なのかもわかんないですけど、多分ね、カラーっていう発音にちょっと似てるんだと思うんですね。どれも。これとかもなんか。なんとなく字面的にそんな感じしません？ね、カラーっていう発音にっていうようなところで集めてきてる単語たちなのかなというふうに思いますけど。どう？なかなかユニークじゃないですか。ね、バーンとカラーと分かりやすくなって入ってますけども。でね、おそらくこれリブのところにも、こう刺繍じゃねえや、プリントされてるんで、リブってこう伸びていくじゃないですか。伸びるというか伸び縮みするじゃないですか。伸縮性あるんで、おそらくね、ここら辺はね、ちょっと経年変化していくんじゃないかっていうふうに思います。着ていくうちにちょっとこう、プリントが剥がれてきたりとか、なんかそういうのがありそうな感じがしますね。
はい。内側にまでこれ、ちょっとインクがピーってきてますけど、バシンって感じの、はい。プリントでございますね。なかなかいいんじゃないですか？バーンと。インパクト大ですけど。まあなんか、セットアップのね、ジャケットの中とかでもいいと思いますし。なんか遠くから見ても面白いね、これね。ね。遠くから見てなんか面白くないですか？なかなか、あれなんじゃと。うん。なんじゃあれやと、うん。ちょっとこう目を引く感じの、パッと目を引く感じのプリントですよね。なんか。面白いですけども。まあ、今回のね、T シャツ系だと、こういう天竺の生地の T シャツ系だと、僕はこの辺をしたいなと。うん、いいんじゃないかなというふうに思いますね。なんかちょっとユニークな感じとね。うん。一風変わった感じと、なんか、一枚で着ても様になると思うんで、今回はちょっとシックに白黒でね、揃えてみました。白黒で。色物というよりは白黒で、行ってみましたので。うん、まあ、着こなし次第かなと思いますんで、いいんじゃないですか。はい。そんな感じで、じゃあ次スウェットを着ていきます。はい！着てみました。こちらがですね、サイズ1で、お値段3万1000円でございます。サイズ1の3万1000円。で、こちらのアイテムなんですけどもね、サイズ展開が1、3、5なので、当店は1、3って感じです。2がありません。なんで、18年秋冬のニットみたいな感覚ですね。サイズ展開としては。はい。なので、1、3っていう感じでございます。どうでしょう。まあ、ゆったりめですね。依然として。まあ、スウェットですけども、ちょっとルーズな、リラックスした感じが、リラックス感を漂う感じでございます。で、まあ、シルエット的なところはね、まあ、身幅もちょっと大きめで、袖もちょっと長めかな。はい。まあ、ちょっとルーズな感じ。リラックス感ある感じ。アームホールもちょっと太めで。そんな感じですね。で、生地はね、スウェット生地なんですけども、コットン100なんですけども、裏毛がね、ちょっとふわふわしてる感じの、わかりますかね、これ。ちょっとフリースっぽい感じの質感、わかります？裏毛というよりは、ちょっと裏起毛ですよね。裏起毛のふわふわした生地感のもので、非常に暖かくて、なんか、これとかも今すぐ着れますね、おそらく。一応春物っていうくくりでしょうけども、もう今すぐ着れるようなアイテムかなと、こちらのスウェットに関しては、思いますよ。で、なんと言ってもデザインのポイント。首元ですよね。首元のここの切り替え。これがね、面白くてですね。まあ、ここのプリントもね、さることながら。まあ、これはもう、カラーのタグのね。まあ、僕一回これをネタにした動画を出しましたけどもね。まあ、真似できるもんならしてみろよというような、ふうに僕は解釈しておりますけども。はい。まあ、文言ですね。で、ですね。ちょっと見て、わかるかな？ここ。わかるか。ちょっとわかりづらいかもしれないんですけども。見てくださいね。ここね、リブの太さ違うのわかります？ここにドッキングされてる、ここのネイビーのパーツの、ここのクルーネックのね、リブの太さと、元々のボディのこのグレーのところのリブの太さが違うんすよ。わかりますか？さりげないけど。さりげないけど違うんすよ。だからこっちより 0.5 から1センチくらいこっちの方が短い。うん。太さがちょっと細いっていう感じの。だね、こういうとこが好きなんですわ、私。こういうのは別に素直にさ、ね、同じボディ使って、同じクルーネックのね、幅合わせて、繋げた方が、まあ素直じゃないですか。そこをね、やっぱあえて、ここのリブの太さを変えるっていうところ。しかもよく見りゃわかるっていうところ。いや、そういうとこ、こういうさりげないとこがね、僕すごい好きでくすぐられるんですよね、そういうところ。うわーっていう。ツボなんですよ、私はこういう。こういう細かいところ。さりげないんだけども、でも、みたいなね。このリブの太さが違う方が、チグハグ感ちょっと出るじゃないですか。さりげないかもしれないですけど、ドッキング感が出るというか。うん。なんかね、そういうのが、出てるっていうのがね、僕はすごいいいと思うし。あとはね、これ、どうやって作ってるのかわかんないけどね。スウェット1枚作ってんのかなとか、思うわけですよ。どうやってね、ここのパーツだけ、どうやって作ってんのかなとかね。なんかそういうところまで考えたりすると、なんか、非常に。例えばですけど、二色展開にしてね、こっち切って、二方作って、
まあ、テレコにすればいいというかね、そういう作り方をすれば、まあ、無駄はないと思うんですけども、これ元々も、そもそもリブの太さが違うわけなんで、別で作ってるってわけじゃないですか。なんとなく伝わりますか、僕の言いたいこと。そういうところなんですよね。ただただ、なんか生地を切り替えてるだけじゃなくて、こういうね、リブの太さまでも、ちょっとこう、こだわってるっていうのが感じられると、非常に素晴らしいと私は思います。はい。いいね、これ。はい。これすごい着心地も良くて、非常にいいと思います。なんか、これとか、あったら、毎日とか着ちゃいそうな感じの、コットンだしね、お手入れも、まあ、イージーなんで、イージーケアなんで、なんかこれとかすごいいいんじゃないかなと。おすすめです。3万1000円なんで、そんなに、高くもないし、いいのではないかなと、思っております。はい。そんな感じで、最後、お待ちかね、パンツを履きましょう。はい、履いてみました。はい。最初に言っておきましょう。こちらサイズ1で、お値段3万4000円でございます。もうこれは、これは間違いないっしょっていうパンツでございます、皆さん。はい。私が日頃ですね、まあカラーのパンツよく愛用してますけども、このシルエット、テーパードパンツでしたら、もう僕は圧倒的にカラーをおすすめします。もうめちゃくちゃかっこいいんだね、これ。綺麗でしょ？わかりますかね、これ。まあね、まあ、そのもう、テーパードパンツだけを語り尽くした動画僕一本出しましたけども、やっぱこう膝を曲げた時とか、わかる？こう歩いて、こうなった時に、やっぱクッてなって、ここのね、膝下がピュッとこう、さらにテーパードかかるみたいな。これめちゃくちゃ綺麗ですよ。で、今回これ、裾、先ほど申し上げた通り、ダブル仕上げなんで、ちょっと、ドレスライクですね。どちらかというと、まあ、形は、まあ、カラーのテーパードのパン、形なんですけど、ちょっとドレッシーな感じがします。うん、いやー、でもね、これは素晴らしいですよ。なのでね、よく聞かれます。カラーのおすすめのアイテムなんですかと、いうことで聞かれると、もう僕はまずカラーのアイテムをお持ちではないのであれば、この形のテーパードパンツ、まず買ってくださいっていうふうに僕はおすすめしたいですね。はい。まず、ここでパンツを買ってほしいなと。それだけ、非常にいいパンツです。うん。僕はもう傑作だと、思ってますね。で、素材は、ポリエステル 100% ですね。これもね、まあ、オリジナルの素材でございますけども、ちょっとぬめり感のある感じの、で、光沢があるんですよね。まあ、化学繊維 100% ではありますが、そんなに化学繊維感がない。ちょっとウールライクです。どちらかというと。なんですけど、触っていただくとね、ちょっと地圧な感じで、ポリエステルのね、ぬめり感があるんですよ、ちょっとね。ちょっとぬめり感がある。うん。そういう感じ。スムースな感じの。まあ、これも言葉でね、説明しきるのなかなか難しいんで、ぜひこれはおすすめしたいなと。まだカラーのテーパードパンツお持ちでないという方は、これマジで間違いねえというか、これも本当におすすめします僕は。自分は履いてますしね、日頃から。本当に。うん。もう完璧です。完璧なパンツなので、もう本当多分こればっか履いちゃうと思いますよ。買ったら。っていうくらい、もうカラーの中では、まあ、やっぱほんと安定的に毎シーズン出てますから、間違いありません。すごいいいです。形も。素晴らしい。で、まあ、今回はですね、まあ、この定番のネイビー、ちょっとま、暗めのダークネイビーの形と、まあ、ちょっとこうカーキというかね、お色目は一応カーキですけども、ブラウンに近いようなね、ちょっと渋い感じのパンツもご用意しております。こっちもこっちでかっこいいよ。うん。すでにネイビーのパンツとかね、お持ちで、みたいな感じだったら、もう一本なんか欲しいんだよね、みたいな感じだったら、この色もめちゃくちゃ渋い感じでね、かっこいいんで、上ね、トップス、例えばカラーとかだとネイビーのトップスとかね、合わせてもいいと思いますしね。まあ、こういう白シャツと素直に合わせてもいいと思いますし、はい。なかなか、いいと思いますよ。色も。はい。まあ、ただまだ、一本もお持ちではないよと。カラーのパンツ欲しいよ、欲しいよと。松本がいい言ってるから欲しいよと。いう方はもうまずこれ買ってください。3万4000円でそんなに高くもありません。はい、そんな感じでございますね。以上、今回のこのパートは終わります。
あの、概要欄から、詳細の方、貼っておきますんで、そちらの方からご覧ください。ぜひ、ぜひ、ぜひでございます。立ち上がりでございますから。はい、基本的に再入荷の方もございますので、ご了承くださいと。はい、そんな感じで。ではまた。